なんか、たまにちょいちょいある現象なんやけど、知らない土地とか街の風景、情景が、いきなり頭の中に現れてくる時があんの。たことないし、存在するかもわからへんのに、その数枚の場面が、非常に愛おしくて、愛くるしく感じる時があるんです。で、その場面を、もう思い出さへんかもっていう不安になって、何かに記録したい、残したいって思っても、映画が残したものをまた見たときに、今、その感情と同じ感情で見ることってできひんねや、ってことに気づいて、また不安になるし、同じで不安がってる間に、傍観する主観の自分の命がなくなることにも気づく。忘れてしまうって記録しても、記録の限界に気づくし、そもそも、全部ひっくるめて、知ることも元から知ってることやし、不安って拭っても拭っても消えないものなんだな、っていうお話でした。